はい、皆さん、こんにちは。アクアレノンです。今日はですね、先ほど設置した安永さんのエアポンプ AP40、 この爆流のね、迫力映像、水中カメラ撮影編の紹介です。いやー、水中カメラ撮影は特にこのエアポンプね、安永さんの威力が特にこれ分かりますね。ええ、すさまじい。なんでしょう。もうこの、特にね、フィッシュレットから出てるこれ。ここにこれ、魚と通ったら、この上をね、うわーって上まで、吹き飛んで、空まで、てっぺんまで行っちゃうんじゃないかっていうぐらい、上に蓋がなかったらね。もうそんな勢いですよ。これ、ノーザンもね、これ、さすがにこの、フィッシュレットのこの出てる、この一番強い感じなんですよ、ここのフィッシュレットのところが。ここのね、エアーのところ通んないですもん。シルバーも通んないかな。めっちゃこっち見てますけど、ノーザン。なんでしょう、この爆流すぎて、さすがにこれ、これ勢いで体持ってかれちゃうんじゃないかなと思って、多分飛んないんじゃないですかね。とにかく、なんすかね、この、設置してから、これ実は分岐してて、前、違う動画でね、アップしているとき説明してますけど、ろ過装にも行ってて、あと、上のね、45センチ水槽2台と、30センチかける20センチの小型水槽、計3台にも分岐してるんですよ。8分岐してるのに、この威力です。やっぱブロワーね、AP40。これまあ、なんでしょう。今までのエアポンプがもうおもちゃですよ。前々からね、聞いてましたけど。いやー、これはなんか爽快です。なんか魚たちも結構生き生きしてる感じがします。ということで、こんな動画、またいろいろ紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。爆流です。ごきげんよう。